今日は感情と情緒について学びを深めていきます。生物であれば必ず持っているという感情があります。それが八つの基本感情であり、喜び、怒り、悲しみ、楽しさ、驚き、恐れ、嫌悪、興味です。これはプルチックという学者が考えた感情の分類方法です。 八つの基本感情が混ざり合って様々な感情が生まれることを図で示しています。例えば、愛は喜びと信頼が混ざって生まれる感情、攻撃は怒りと期待が混じり合って生まれる感情だというのです。感情は立体図で表されており、基本感情が組み合わさって無数の感情が生まれていきます。 では、感情と情緒に関する言葉の整理をしておきましょう。ここで紹介するのは4つの言葉です。1つ目、感情とは、うちに生じた身体的変化や、外界からの刺激により引き起こされる気持ちを指します。2つ目は、気分。快、不快など、ある期間持続する約漠然とした心身の状態です。 三つ目は、情動。感情は本人にしかわからないところがありますが、情動は、動機や血圧の上昇、発汗など、生理的な反応を伴い、外部からの確認が可能なものです。四つ目は、情緒。ことに触れて起こる様々な微妙な感情、また、その感情を起こさせる特殊な雰囲気を指します。 異国情緒があふれるとか、情緒豊かなといった表現で用いられます。感情は大きく二つの種類に分けられます。一つ目は一次感情。生まれつきに備わっている感情で、先ほど紹介した八つの基本感情に相当します。二次感情とは一歳代後半から現れてくる感情で、 自己意識や自己評価に関わるテレや戦望、共感、誇り、恥罪、罪悪感といった社会的な感情を指します。感情表現には文化差があります。先ほど感情は共通していると言ったのに矛盾していると思いましたか感情そのもの自体は共通していますが、その感情をどのように表現するか、 どのように出すのかというのは様々なのです。例えば、日本では悲しみの気持ちを大勢の前で表現することはしません。自分の感情を表にして、相手が不安になったり不快な気持ちになったりすることを避けるためです。その日本人の感覚をよく表すのが、芥川龍之介のハンケチという小説です。その小説はこのようなあらすじです。 大学教授の長谷川のもとにある夫人が訪れ、彼の学生が闘病も虚しく亡くなったことを告げた。息子の死を語っているにもかかわらず、柔和な微笑みを絶やさない夫人だが、長谷川はふとしたことで、夫人の手元のハンカチが激しく震えていることに気がつくのだった。そういうあらすじです。このように人の前で感情をあらわにすることを良しとはしません。 一方で、お葬式で個人を痛み、時には遺族よりも激しく泣く、泣き女という職業があるのをご存知でしょうか古代エジプトにもその職業があったとされますが、現在では特に韓国や中国のアジア圏で見られる職業で、個人との辛い別れを葬儀の場で泣いて表現するのが仕事です。葬式の時に地面に泣き崩れたり、 激しく声を上げて叫ぶなど、大げさなほど激しく泣き叫び、時には遺族以上に号泣します。泣き女は大げさに泣くほど良いとされます。これは、悲しみを表現するため、また、亡くなった方の徳を増やすため、さらには個人の魂を復活させるためという遺族の願いが込められているのです。 大人は成長過程で文化を身につけていくので、そのような感情表現の違いがあるのは納得できますが、では、生まれたばかりの赤ちゃんなら、泣き方は同じなのでしょうかどう思いますか実は、赤ちゃんでも泣き方に違いがあるのです。それは、子育てをする親の関わり方の違いが要因です。ヨーロッパの赤ん坊と日本人の赤ん坊の比較があるのですが、 ヨーロッパの赤ちゃんはわーっと泣いてパタリと止むというようなパターンが多いのに対し、日本の赤ん坊は引きずったような泣き方、甘えたような泣き方、様々な泣き方を使い分けているということが実験で分かったのです。観察で分かったんですね。実験というよりも観察ですね。ヨーロッパでは赤ん坊の時から自立というものを教えるべきだという考えが強く、自立をさせるために 泣いいいいててもすぐに抱き上げてはいけないという考え方が主流でした。赤ちゃんの一人の部屋もあって赤ちゃんはベビーベッドで一人で寝ます。なので赤ん坊はどんなに泣いたとしてもすぐに対応してもらえないということがわかっているんです。ですのでわーっと泣いた後親が来てくれないとなると泣きやむしかないのです。しかし日本の赤ん坊は親と密着して育てられます。同じ部屋で川の字になって寝ます。 赤ん坊が泣いたらすぐ抱き上げようとします。何を言おうとしているのかを必死で探ろうとします。このような養育者の働きかけが赤ん坊の感情の出し方を異ならせているのです。さて、次に感情はどのようにして生まれるのかについて考えてみたいと思います。情緒規制論です。二つの説を紹介します。一つ目は、ジェームズ。 と、乱下による、末梢神経起源説です。これは、体の反応が先に起こって、そこから感情が生まれるという説です。例えば、突然目の前に車がピュンと現れて惹かれそうになった時、一瞬何かわかん、何があったのかわかんないけど、体が凍りつくような感覚を覚えます。その後、ああ、怖かったっていう感情が生まれていきます。このように、体の反応が先に起きてから、 感情が生まれるとするのが末梢神経起源説です。一方、二つ目のキャノンとバードによる中枢神経起源説では、感情の知覚は生理的変化よりは先に生じると言いました。これは感情があってそれに伴って生理的な変化が生じるというものです。例えば、ムカッとした時、怒りを感じて、 それがどんどん高まって血圧が上がったり心拍数が上昇したりします。感情が先で体の反応は後ですうん。経験的に言うとどちらも正しいように感じられます。ここでのポイントは感情と体の反応はつながっているということです。先ほど紹介した 末梢神経起源説の提唱者はこんな有名な言葉を残しています。紹介します。ウィリアム・ジェームズの言葉。心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。です。この言葉はメジャーリーガーの松井秀喜選手が 座右の銘としていた言葉でもあります。名言ですね。しっかり心に留めておきましょう。